行きたい場所を選ぶパブルーホール。よし、着いたぞ。ブルーホールだ。兄ちゃん兄ちゃん、ここすごいっきゅ。海の色がここだけぽっかりと違う色だっきゅ。キュータ、ここはあの有名なブルーホールだっぱ。ブルーホールっていうのは、昔洞窟や鍾乳洞だった地形が海面上昇などの理由により海中に沈み、浅瀬に穴が開いたように見える地形のことを言うんだ。つまり丸くここの海だけ色が違うのは、元の洞窟の穴分、周りの浅い海よりも海が深いからなんだっぱ。そうだっぱ。だから海は不思議がいっぱいで、ワクワクがいっぱいなんだっぱ。それでは一通り学んだところで、ブルーホールの手配書を見てみましょうか。そういえば、ここブルーホールの噂を知っていますか？ここって海の怪物の寝床って呼ばれてるらしいですよ。怪物の寝床？キュー、怖いキュー。怪物の寝床、つまりめっちゃすっげー魚がいるかもしれないってことだっぱ。面白い、釣るしかねえな、その怪物とやら。やあ、君が宝玉を見つけたっていう噂のトレジャーハンターかい？なんかいきなり来たぞ。誰だ？僕はカイト。かの伝承の宝玉の話に憧れて、トレジャーハンターとして海を旅しているのだが、君が宝玉を見つけたと噂に聞いてね、びっくりとともにワクワクが止まらなかったよ。君、最高だね。そうだ、ここで会ったのも何かの縁。せっかくだ、僕と釣りバトルしないか？釣りバトル、それいっぱ見たいっぱ。すぐに釣りバトルと行きたいところだが、君にも都合があるだろう。僕はしばらくこのブルーホール付近にいる。だから僕と釣りバトルをしたくなったら来るといい。待ってるからな。アデュー。一方的に話すだけ話して去っていったな、あいつ。釣りバトルっぱ、楽しみっぱ、早く行くっぱ。落ち着けって、手配書もあるんだ。自分のペースで好きなように釣りをすりゃいい。それではまずはどこに行きましょうかね。好きな手配書を選ぶっぱ。この手配書にするっぱ。レッツフィッシングっきゅゲット。まあ、こんなところかな。よし、一匹ゲットだ。ナイスキュー。
ゲットだ。運は僕に味方しているようだ。お魚ゲットっぱ。ゲットだ。運は僕に味方しているようだ。お魚ゲットっぱ。ここまでっきゅう。よくあいつに勝ったっぱ。すごいっぱ。Okay.
こんなところかな。お魚ゲットパン。そしてこの深く青い海の底にはどんな魚がいるのか想像しただけでワクワクするっぱ。確かに人類にまだ発見されてない未知の生物とかまだまだいっぱいこの海にはいるんだろうな。おっと、海洋研究所からの手配書ですね。この手配書の魚ってリュウグウノツカイだと？リュウグウノツカイって言ったら幻の深海魚って言われたりするぐらいレアな魚っぱ。普段は深海にいるからその生態は現在も謎に包まれている部分が多いと言われてるっぱ。稀に浜辺に打ち上がったとかニュースには聞くかな。やはりいましたね、リュウグウノツカイ。とっても綺麗です。いたぞ、リュウグウノツカイだ。ジ、船をポイントにつけて釣りにかかるぞ。カイトがリュウグウノツカイを追ってったっぱ。キュー、懸賞金が取られちゃう。キュー、急いで釣りに行く。キュー、あおよ。それじゃあこっちもポイントに船をつけるぞ。よし、準備はいいっぱ。よし、ペットフィッシングっぱ。好きな手配書を選ぶっぱ。この手配書にするっぱ。ペットフィッシングっきょう。力強く巻くっぱ。
釣られてしまったか。さすが宝玉を見つけただけのことはある。えっ、うん、俺が見込んだやつだからこれくらい当たり前っぱ。おっと、研究所からの連絡だ。ふんふん、新しい情報が来たみたいですね。ふん、情報によるとまだこのブルーホールには懸賞金がかかった魚がいっぱいいるみたいだな。それじゃ僕はまだこの辺の海にいるよ。また会ったら勝負しよう。アデュー。慌ただしいやつだな。でもお友達が増えるのはいいことだっぱ。そうだな、釣りを通しての仲間、いい仲間なのは間違いねえ。ガッハッハッハ。さて、新しい情報ももらったし釣りを再開するか。好きな手配書を選ぶっぱ。行きたい場所を選ぶっぱ。何をするっぱ。釣り具屋。ロッドは世界一だ。誰にも負けねえ。あ、いつからここに。
何か用か？毎度あり。何をするっぱ？行きたい場所を選ぶっぱ。ブルーホール。好きな手配書を選ぶっぱ。この手配書にするっぱ。レッツフィッシングキュゲット。まあこんなところかな。すごいっけ。ゲットだ。運は僕に味方しているようだ。ゲットだ。運は僕に味方しているようだ。
属性の相性がいいっぱ。ナイスっぱ。こんなところかな。雪にヒットったっぱ。ナイスリードマキッキュー。ナイスリードマキルバ。お宝ゲットっぱ。
が出てくるか楽しみだ。救助からの連絡ですね。この手配書はモンスターアンコッパ。リュウグウの使いに引き続きまたまた深海魚だっぱ。よっ、噂をすればなんとやらモンスターアンコがわざわざ出迎えてくれたぞ。としたもの、あれは面白いっきゅ。モンスターアンコウのあのビヨンとしている提灯の先っぽ部分には糸こんにゃくのようにヒラヒラとしたエスカと呼ばれる餌に見立てたものがついているんだっぱ。モンスターアンコウは暗い海でそのエスカを光らせながらゆらゆらさせることによって他の魚をおびき寄せ、寄ってきた魚をパクッと食べちゃうんだっぱ。つまりモンスターアンコウも海の中で釣りをしてるようなもんだな。キューン、モンスターアンコウさんすごいっきゅ、頭いいっきゅ。あ、もしかしてブルーホールで噂されている海の怪物の寝床の怪物っていうのは。おお、モンスターアンコウかもしれませんね。主っぽさ半端ないですし。虫でも怪物でも何でもいいっぱ。釣りのロマンは目の前に来た大物を釣る、ただそれだけだっぱ。よし、準備はいいっぱ。よし、レッドフィッシングっぱ。好きな手配書を選ぶっぱ。この手配書にするっぱ。レッドフィッシングっきゅ。大物が来るっぱ、気をつけるっぱ。
お魚さんと特定ファイブネイルバケットマスキュー食らえっぱエゴワイッツ慎重に行くっけ魚召喚の準備完了っぱお魚さんの力を借りるっけリュウグウのスカイ召喚っぱ力強くマスキューエゴワイッパー慎重に行くっぱあと10秒でボスが逃げるっきゅナイスネイルマキッパー体力が減ってきてるっぱ慎重に行くっぱいるところを申し訳ないのですが今回も金額が高くなっていますので一部私の方でお預かりしますねキューあれこのモンスターあんこ何かお腹の中に入ってますねちょっと取り出してみますねごっそごっそすげえじゃねえかこんなまた見つかるなんてすごいですよまた君に先に釣られてしまったかその手に持ってるものはまさか宝玉えへんもちろんぱ俺たちはすごいんだっぱすごいな君の釣りの腕最高だね運も実力のうちこれも君の力なのさではまた次の機会にそれまで達者でなアデューキューカイトさんバイバイキュー爽やかなのか暑苦しいのかよくわからんやつだなそれじゃあ一旦漁港に帰るとするかよし港に着いたぞみんな降りろと港に着いていきなりですが皆さん次の釣りはどちらに行かれますそうだな次は海底遺跡あたりがいいかと思ってるがやはりそうでしたか
でしたら船を強化していった方がいいですね。どういうことだ？それが最近海底遺跡付近の海流が強くて、いくつかの船が被害に遭ってるのですよ。強化か。それお金かかるだろう。大丈夫ですよ。こういう時のために今まで懸賞金をこちらでお預かりしていたのです。まあしょうがねえな。海の流れに耐えられないような船じゃ釣りできねえしな。それではあの方を呼びますね。はっはっは、呼んだかの。うお、ちょ、なぜいきなりここにおられるんですか。わしの情報も侮るな、若者よ。自分の出番ぐらい察知できるわい。のっほう、わしを誰かと尋ねる前にこの生かしたアロハシャツを褒めかい。ちなみにわしは釣り船人じゃ。お金さえもらえれば船の強化や改造などをしてやるぞい。さてと、話は分かっておる。お主の船を強化するのじゃな。お安いご用じゃわい。ではやるぞい。強化完了したわい。うおー、俺の船がかっこよくなってるじゃねえか。そりゃじいじにかかれば朝飯前だっぱ。それでは私は一度研究所に行って砲撃の報告をしてきます。あと次の目的地、海底遺跡の手配書も探してきますね。はあ、腹減ったな。とりあえず俺たちも一度休憩だ。何をするっぱ？釣り具屋。俺の作ったロッドは世界一だ。誰にも負けねえ。はっ、いつからここに。何か用か？毎度あり。何をするっぱ？釣り具屋、アクアリウム。あら、こんにちは。報酬の受け取り可能な依頼がありますよ。確認してみてくださいね。Thank you.
いらしてくださいね。